鬼は国会きつい。見たいわー、あいつが。なんかずーっと自分のプレゼンしとうの。ずーっと。しかも意味わからん。結局最後蓋開けてみたら、銭湯にタダで入れるようにしようみたいな法案を、ずーっと本筋から外れて立派なことばっか言って、みんなの耳とか注目を集めに集め散らかした結果、最後蓋開けたら、サウナをタダで入れるようにしたいとかであってほしいわ。最後、くっそくだらんとこに落ち着いてほしい。ずっと長いこと討論した後。めちゃくちゃしょうもない。めちゃくちゃしょうもないところで決着ついてほしいわ。1時間喋った後。それが見たい。ね。マジ、オニアのさ、あ、そう、ってか、なんか誕生日の時にさ、マルがさ、声かけてくれてからさ、ビデオレターを撮ってくれとって、そう、それをサプライズで流してくれて、マジで嬉しかったっちゃけど、オニアが、やっぱ、なんか、小学校から、マジ、ホイとは同級生で、まあ、幼馴染みたいな感じなんやけど、みたいな話をしとって、マジでみんな信じとった。おもれ、やっぱあいつのすごいとこってあそこよね。いや、信じてる人いたねのレベルじゃない。信じとった、みんな。みんな信じとった。その、だって、誰だから、丸かなんかが言ってきたもんね。オニアって、幼馴染みやったった、相手。お前は知っとけ。なんでお前が騙されとって。お前はおったやん、俺とずっと。おらんかったやん、オニアは。そうやったった、お前は知っとけ。なんや、それ。ありやばかった。なんか、普通に丸が騙されとったの。あまりにもさらっとやったな。マジめちゃくちゃやったよ。